ご覧になっているのが材料です。こちら、カボス、柚子、温州みかん、こちらを絞って汁を使います。カボスはレモンでも代用可能です。で、こちら、調味液なんかですね。じゃあ、よっちゃん、早速調理参りましょうか。はい。はい、では、調味液を加熱いたします。はい、酒、50g。みりんですね。これも酒と同じ 50g です。はい。弱火で、沸騰するまで加熱いたします。はい。沸騰してきましたので、はい。アルコールを飛ばします。はい。まあ、炎がバッと出るかもしれないですね。はい、注目です。あ、消えた。あれあれ。大丈夫ですか？あれ？あれ？まあまあ、いいんちゃいます。これで。飛んでるみたいね。うん、ね。まあ別にマッチ、今日はいらなかった、はい。今これ火ついたままですよ、皆さん。はい。はい、砂糖大さじ1杯入れて、はい、で軽く混ぜまして、うん、はい、濃い口醤油を 90g ですね、はい、沸騰するまで待ちます。はい、ご覧のように小さい泡が出て沸騰してきましたので、ここからですね5分間煮ます。こんな感じですね。はい、もうこれで火止めましょうか。はい、で柑橘系のですね絞り汁を今から取り出します。これが、カボス、そして柚子、温州みかんですね。じゃあまずはカボスの方を、輪切りにいたしましょう。はい、これかなり立派なカボスでございます。そうです。カボスはかなりこう酸味があるということでね、今回酸がね、はい、クエン酸が多いんですよ。すごい、はい、立派ですね。立派ですよ。これね、ちょっとほんとあんまり大きいんで、はい、真ん中ちょっとこう、お、なるほどなるほど。入れて、あ、そうなんするんですね。絞りやすくします。はい。はい、まあ、今回果汁を使いますからね。そうです、重要なのは果汁でございます。あ、ほんで周りのね、はい、皮は、はい、ジャムに作れます。これでこんな感じでね、今切れ目を入れたので、はい、でここでこの絞り器ですね、はい、これちゃんと種が取れるようになってるんで、はい、ほうほうほう、おーおー、きた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 。このカボスがない方はですね、レモンでも、代用できます。まあ、カボスよりもレモンの方が多分入手しやすいのでね、まあ、こんな感じで、だからもう一個分もこれ絞るわけですね。はい、そうです。今ね、一個分を絞り終えて 8g の、これね、絞り汁が取れました。ではね、次は柚子ですね。はい。立派な柚子なんですよ、これ。美味しそうやね。まずは輪切りですね。はい。はい、まあ、これはね、柚子は皮はね、お風呂に入れたりしてね、なんか柚子とかね。これはもったいないから。もったいないから。はい。ジャムにします。ジャムにね。わ、すごい。これは切り込み入れなくても大丈夫です。あ、本当ですね。はい、お、絞りました。特にこの冬の季節なんかは手に入りやすいですよね。温州みかんと書いたのは、温州みかんを使ってくれということですね。まあ、はい、ネーブルとか清見とかいろいろありますけど、はい、輪切りですね。でね、これ今回みかんを使うのは、そのカボスの酸っぱみをちょっと抑える目的があるんですよ。そうそうそう、まあ、酸っぱいのが苦手な方でも食べれるポン酢ということでね。はい、よっちゃんが考え出しました。はい、みかんのいい色。温州みかん2個目ですね。じゃあこちらね、はい、これもちょっと、はい、蜜の果汁合計 152g、はい、ということで、これで絞りの工程は終了です。鍋のですね、調味液粗熱が取れましたので、先ほど、絞った絞りたてのね、こちら果汁です。これを鍋の中に加えます。でこのね、果汁の中にくずなんかがいっぱいあるんですけど、これはね、後でこちらこしますので、まあ、これね、気にせずに入れてください、うん、はい、これをね、ちょっと軽く混ぜましょうか。これなんですよ、この容器ね。まあ、これ何でもいいですよね、よっちゃん。あ、何でもいいですよ。ね、はい。中きれいに洗ってですね、皆さん使ってください。消毒してあります。あ、はい、これネット消毒してますね。はい、ではこちらに、これを入れていきます、鍋の中身を。ギャッギャッギャーっとね。まあ、こんな感じでですね、瓶の中に入れましたらですね、で、こちらに、じゃじゃーんというわけで、これは鰹節ですね。1パックで、まあ、3g。はい。ということです。こちらをまず入れてください。あ、これね、旨味が。いいね。混ぜまーす、はい。今度はね、これ、だし昆布 3g。はい。こちらを、ポチョーン、ポチョーンと入れまして、はい、蓋を閉めまして、はい、パチン。で、この状態でですね、冷蔵庫で、1週間です。はい、1週間、皆さん。1週間、置いといてください。はい。その間にね、はい、こう、熟成してくれるんで。なるほど。はい、まあ、気長に待ってほしいと思います。で、もうすでにですね、1週間。
置いてるものがこちらね、はい、種とかね、くずが入ってますね。これを今からよちゃんこしましょうか。はい、こします。こんな感じのこし器を使用いたします。茶こしでいいですからね。あ、はい、はい、あ、はい、でこれね、あの昆布とか鰹節とか残ってるんですけど、はい、これ昆布はね、ハサミでこう小さく細かく切って、うん、鰹節と一緒にこうご飯にかけて食べたりしたら、はい、そうですね、美味しいんで、はい、これにてみかんにポン酢の完成でございます。冷蔵庫で保存すれば比較的長持ちいたしますので、湯豆腐とかしゃぶしゃぶとかこれからの季節ね、はい、鍋物などにご利用ください。お相手はよっちゃんとバンバテッペでした。皆様最後までご視聴ありがとうございました。我々に料理リクエストある方は再生画面下のコメント欄にどしどし書き込んでください。はい、動画面白かったらチャンネル登録といいね評価もよろしくお願いいたします。はい、それでは次回の料理動画まで、さよなら。はい、お疲れ。これ面白かったよ、ずっと。